タークマースハイムは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のドナウリース軍に属す、町村でモンハイム行政共同体を構成する、自治体の一つである。タークマースハイムは、アウクスブルク開発計画地域に位置する。この町は、公式には二つの地区からなる。タークマースハイムの教会、オッティング家の家族が所有していたタークマースハイムの、 水木は1523年にシュバーベン同盟により破壊され再建されなかった。城の所有者は盗賊騎士のハンス・トーマス・フォン・アプスベルクの支持者とみなされた。オッティング家は断景後継者がなく1578年に断絶した。タークマースハイムは1800年までアムトの所在地であり、1672年からペスタロッチ伯領に属した。 1800年以後、この町はバイエルン選定公領の一部となり、ホ富フマルクが設けられた。ペスタロッチ博は、この頃でもまだ、この町の上級裁判権を有していた。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。1848年には18、1818年に設けられた領主裁判所が廃止された。 町長は2020年5月1日からペトラリーデルスハイマーが務めている。ありがとうございます。